チャンネル登録者17万人まであと55人。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけでチャンネル登録者17万人まであと少しとなりました。まあよくチャンネルに来てくれる方でまだ登録してない方はね、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで今日はですね、そういえばまだ出してなかった MP5 のカスタムを紹介したいと思います。まあだけどね、まあ一個ね、僕のおすすめカスタムですって紹介してもしゃあないので、今日はねちょっと何種類か用意してきました。まず一つ目ですね、まあこれが僕のまあ動画でも今日ね使ってる、まあオーソドックスな、まあベストカスタムかなと思います。はい、まずマズルはマズルブレイク一番上ですね。でバレルはエクステンデッドで一番上で、グリップもアンダーバレーですね。グリップもフォアグリップで一番上で、ハンドルはエアボーンで、ストックはレイダーストックとなっております。MP5 はほんとブレも少ないし、元の性能がいいんで、あんまタスクフォースとかね、つけない方がいいと思います。なんかブレが増えるだけで、このタスクフォースもね、このダメージがプラスって書いてありますけど、キルタイム自体は変わらないので。じゃあ、お次ですね。やっぱり弾が足りねえよっていうね、視聴者さんがいると思うんですよ。で、そういう方のために、まあ、マズルを外して、拡張マガジンをつけた、カスタム構成になってます。まあこれもね全然強いと思います。まあ僕はね個人的にですけど、これ使ってて、なんかやっぱマズルちょっとあった方がなんか使いやすいなと思ったんで、マズルにしてるんですけど、まあ公開マッチで使う分にはこの、拡張マガジンをつけた、カスタム構成がいいと思います。まあ他はね変えてないですね。じゃあ最後3つ目ですね。3つ目は腰打ちも使いたいよっていう人向けの、カスタムになってます。でバレルエクステンデと、ボディはステディエイムですね。でアンダーバレルフォアグリップのままで、ハンドルもエアボーンのままで、ストックはノーストックにしてあります。レイダーストックはね、腰打ち精度が相当落ちてしまうので、まあ腰打ちカスタムにはあまり向いてないかなという感じですね。でもこの SMG やっぱこう走った後の打ち出しの速さは絶対欲しいので、まあ、ノーストックでプラス 30% ですね。まあ、出会い頭の打ち合い相当ね、強くなってると思います。まあ、結構前にプロプレイヤーのね、オプティックエンボイとかも使ってたカスタムかな、おそらく。クリエイターコードのグリードもぜひよろしくお願いします。はい、というわけでやっていきたいと思います。さあ、ちょっとこの動画撮影前にね、ちょっと5時間以上ほど、ウォーゾーンのね、配信をしてきたので、ちょっといつもより元気がないかもしれませんが、まあね、あまり気にしないでください。体調はいいのでね、疲れてるだけですね。でもまあ、なるべく元気よく頑張りたいと思いますよ。DMR か、正面。さあ、敵が全然いません。敵が全然いません。ダブルキル？ちょっと下がろうか。ヒルしたら下がる。で、ワンチャン置く。まあ、湧いてないだろうな、まだ。敵一人少ないのか。いないぞ、敵が。すごいとこいる。で、左から来てんのか。おマシン溜まったね。おお、危ない。おマシン使っちゃおうか。アップ、そこそこ映るかな今回。今ので死ぬ今ので死んじゃうんですか。うっそー。で、というか点差すごい、点差すごい。もうこのままパーフェクト試合を狙ってもいいぐらいですね。こっち来るか。来週から2枚、リロード間に合うね。こい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 。もう一枚。センター一枚来てる、センター一枚来てる。これは、こう回って、ナーイス。ウィトール出てるけど、わぁ、頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。あー、あー、1点取られちゃう。マジか、ここに来て3点取られちゃう。わぁ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 。早ーい。さあ、ちょっと別試合ですね。わあ、ちょっとゴリ押ししたかったけどダメか。まあ、ね、諦めて素直に左から行きましょう。なんか来てるよ、大丈夫？おお。そこ、あそこやれんじゃね？
やれましたね。おう、わーお、見えない。大丈夫、あの白番の人大丈夫、固まってなかった。わー、なんかこの試合は逆に厳しそうですね。めちゃくちゃなぎ倒されている。1枚削って残り20秒なんで、もうリスポーン変えに行きますよ。だけど多分僕が倒した敵が、ここで湧いてるから、倒して、で、地点やって、2階まだいるかな？ワンチャンいますね。いなかった。止めに行くよ。お、腰打ち？マジでやれちゃう今。これはちょっとエリア稼ぎにしに行くのかと思ったら大丈夫だったね。ナイスだ。左来てるかな？トロフィー抱いてあげようか。よしよし。多分、裏から回ってきてるのかな。1枚ぐらいじゃないよね。うわー、赤点、あれー、ここで湧くんですか、いいんですか、よいしょー。からの、あ、そう、UAV、なぜか UAV にしてる、僕。まあいいや。たまにはね、UAV もいいでしょ。多いな、これ。うん、天井につけちゃう、天井につけちゃう。天井につけてるのはあんまないですね。ちょっと AK 拾って削ったぞ。わははは、わあ、今の生き残りたかったな。よし、次ぽや。この試合はかなりいい試合になりそうだね。わあ、ですね、ここのエリアはね、正直、くずくすのがちょっと難しいですね。どうしても。まあ、右から行くのがセオリーだけども。うわー、なんだ？こんにちは。あー、なあ。わー、無理だ。諦めよう。諦めも肝心。まあ、こういう時に、この残り数秒とか数十秒、20秒以下か、30秒以下かな。の時に別に突っ込んでも取れはしないんで、取れたとしてもそんな稼げないんで諦めましょう。リスポーンも変わっちゃうしね。ああ、ほらね、こうなるんですよ、こうなるんですよ。でもなぜか僕はこれ湧くんですよ。まあ、6対6で、みんながね、自由に動き回ってるから仕方がない。こういうリスポーンがあるのは、たまにね、たまにはこういうリスポーンあるんですよ。しゃあないの、これしゃあない、しゃあない、しゃあない。おい、じじ、さあ、30秒になるぞ。そろそろ動き始めようか。危ない。ナイス。センターから来るかな？味方がやってくれたか。まあ、リスポーン変わっても別に、時間的にはそんなにね、気にならないですね。わー、マクテン。マクテン。オーゾーンで今猛威を振るってるマクテン。No? No? お？ナイス？どっちか来る？向こうか。向こうなのか？あー、トロフィーが、あー、トロフィー、もうトロフィーなんてもうぶっ壊すぐらいにゴリ押していこう。撃ってれば、そのうち撃ってればなくなるから、トロフィー、大マシン、大マシンで撃ってればトロフィー壊れるから。すごいゴリ押しスタイルのトロフィーの壊し方ですね。さあ、オービタルが出てるうちに、敵をね、なぎ倒していきたいなと思ったんですけど、全然映ってないの。これがびっくりしたことに、全然映ってないの。あー、クソエイム。こんなに苦労して出したスコアストリークは、なんで映ってないんですか？ UAV の方が映ってませんか？そうだよね。そうだよね。今自分で言って気づいた。UAV の方が映ってるんだよ。絶対。ってことはゴースト云々じゃないんだよな。絶対バグなんだよな。もう、まあでもね、映った時はね、強いですからね。こっちから行っても死ぬだけやな。
まあ、先に回ってリスポンも変えておきますよ。で、UAV 出されたから位置バレしてるかな。あー、そっちやったか。読み外れ。だけど、リスポンは取れましたと。そっちも来るかな。まだ前っぽに来る人いると思うんだよね。うおー、うまい。後ろ湧いてるー。あー、待って、これは上がりすぎてるやつだ。やばい、みんなバック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 。戻れ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 。バックバックバック。急げ急げ急げ。僕の右で湧いてんじゃねこれ。そんなことない？大丈夫？ナイス？おお。敵の RC？ やばい。おお、よう生き残れた。こっちいるね。まさかの二人。まあまあまあ、散歩ローテ取られてるけど、だいぶ取れたね、こっち。ぐっちゃぐっちゃ。うわうんごうんごうんご。うわあ、ちょっと左から行ってみようか。で、左を行くことによって多分次ポンローテしやすい。バスケットコートだもんね、次。お、なんだなんだ。頼む、カバー頼む。頼む、カバー頼む。トロフィー、トロフィー、トロフィー。よし、生き残っとるぞ。耐えてる、耐えてる。よし、みんな、次ポイっていいぞ。よしよし、行こう、次行こう、次行こう。いいんじゃない？だいぶ耐えたね、こっち側で。さあ、1試合目と打って変わってめちゃくちゃいい試合だね。これセンターかな？どっち来るかな。おお。あぶね、スナイパー。おお、回避。パップ。一人ですね、映るの。相変わらず。あれ？ UAV も映ってんの一人かな。わー、そっちから来ちゃうか。まあでも、かなり取れてますね。いいね、いいね。で、そこも引っかかってるから、一枚削って、まあリロードしてからね、ゆっくりと。わーお、ミサイル。1万ダメージ、いきました。うう。レイドで1万ダメージはそこそこええんちゃうか？うん。あー、弾が切れちゃったか。ちょっとな、2キル目がちょっと下りましたからね、今。しゃあないな。いやー、まあこれさっきと同じルートで行った方が良さそう。まあ、こういう時近道したら大体死にますからね。しっかりと遠回りした方がいいんだよね。おお、生き残っていく。うわあ、今当たってないか。どうだ、いい試合だな。ぷいぷい、いい試合だ。敵のミサイル、これ逃げた方がいい。ああ、死にとうない、死にとうない。敵のナパーム、ここに来て空爆の連打。なんだこれ、なんか基盤でない、ここ。また敵のミサイルか。センターも来てる。先にセンターやって、あと2点だからな。そこやるじゃん。いやー、やべえやべえやべえ。いやー、最後の最後に敵のミサイルがあんな来ると思わなかったな。あぶね。頼む。ボディボディ。え、負けた。なんで？いや、まさか最後の最後であそこで
敵のミサイルがね、3連チャン来ると思わなかったですね。というわけでお疲れ様でした。まあ、この MP5、まあ、本当にね、癖がない。普通と言ったらですけど、本当ね、誰でも使える癖がない初心者にもおすすめできる MP5 だと思うので、ぜひ使ってみてください。というわけで、クリエイターコード等もぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。